リナーンデションは、スウェーデン、ノールボッテン・ケイエリバーレシ・マルムベレート出身の元、クロスカントリースキー選手。1998年の、ノルディックスキージュニア世界選手権で、国際大会に、デビュー、5km7 位、15km5 位の成績を、残すと、翌1998年の11月28日に、クロスカントリースキーワールドカップにデビューした。 5キロメートル5 2位に終わったが1999年ジュニア世界選手権では5キロメートルで金メダルを獲得した。2001年のジュニア世界選手権5キロメートルで再び金メダルを獲得。2001年ノルディックスキー世界選手権代表に選ばれ 15km で27位となった。2002年ソルトレイクシティオリンピックに出場4 x 5キロメートルリレー12位。 10km16 位、個人スプリント28位、5プラス 5km パシュート39位となった。2005年のオルディックスキー世界選手権では、個人スプリントで銀メダルを獲得、4x5km リレーでは8位となった。2006年トリノオリンピックでは、チームスプリントで金メダルを獲得、2009年のオルディックスキー世界選手権では、チームスプリント銀メダル、 4x5km リレー同メダルを獲得した。2010から2011シーズン終了後現役を引退した。ありがとうございます。